この時点でははっきりとした目的はまだわからないのですがみんなが遊びに興じている中ただ一人戦車のレオパルトに乗ってでじこじこ走り回っている戦車ですからゆっくりですけどねあガタ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 こうあちこち走り回っているそして時折砲弾まで撃っているという、ね、面倒一体何を目的としているのか。 誰もいないところでその戦車の性能を満喫しているのかよう分かりませんけれどもこの時点ではそんな面倒がですねなんか廃墟のところでレオパルダから降りてで水道を見つけたんですねまあ、廃墟ではあるけれども水道があったでも廃墟の中の水道なんで出るかどうか怪しいわけですよでものすごい照り返しの中ですからまあ、面倒も水分補給したかったんでしょう。 その水道のところに寄ってみて出るかどうか確認するんですね蛇口をひねってだからやっぱり出ない水滴はポツポツと垂れてたけれどももう出なくなってる感じなんでそこへですねスイカを抱えたラムが降りてきますで、それで農天気にですね面倒に話しかけんですよ一緒に泳ぎに行くっちゃって、ね、どうしてみんなと一緒に遊ばないっちゃっていうふうにまあ農天気に聞くわけですねで面倒は 少し調べることがありますすからっていうわけですよ何かを調べてるらしいんですけどもねこの時点では何を調べてるかはよく分からないで、えー、面倒はもうその水道に諦めてそこから立とうとするそこを立とうとすると後ろから背後からジャーっていう音が聞こえてくるんですよで面倒がはっと目を見開くんですねそんなバカなたたった今 自分がね、水道をひねった、蛇口をひねった、全然出なかったじゃないかっていう風な感じですよね。で、目を見開いて、まさかっていう風な感じで後ろを振り向くと、ラムがものすごくこう、生き生きとした表情でね、水を浴びてるわけですよ。水道からで出てきた水を、てんちゃんと一緒に、いやー冷たくて気持ちいいなーみたいな感じでね、スイカに水かけて喜んでんですよ。 ラちちゃんとてんちゃんんとがね。でそれを見て愕然とするんですよね面倒が。そして、まあ、恐る恐るっていうかね疑惑を抱いた表情でラムに対して質問をぶつけるんですね。ラムさんこの世界どう思いますっていうふうに聞くわけですよ。非常に切迫した表情でね。 で一方のラムはその面倒の表情とは交代にねもう能天気にとっても楽しいっちゃうじゃあねって言って空に消えていくという流れですねで残された面倒の足元にラムが開いた水道のね水がどん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 広がっていく水たまりが面倒の足元に広がっていくで面倒を飲み込んでいくその水たまりがこれがですね 面倒ののの胸の中に芽生えたある疑念の象徴だと思うんですねこの水たまりどんどん広がっていくその水たまり水がね面倒の胸の中で広がっていくある疑念そのラムに対する疑念あるいはこの世界に対する疑念がどん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 広がっていくそれと、まあ、対比してるっていうかねそれを象徴したような水の広がりでありかつですねその水たまりに空が映るわけです。で面倒は その真っ青な空が映った水たまりの中にいるわけですが、その面倒も映っているということですね。で、面倒の足元には、だから空が広がってるんですよ。真っ青な水たまりに映っている。真っ青な空が面倒の足元に広がっている。これっていうのは、面倒が立脚している位置というのが空なのか、それとも地面に映っている空なのかわからないっていうことでもあるわけです。 これは現実なのか夢なのかかわらない自分が今ここに立っている大地は本当に地面なのか空なのかわか,からないっていうふうになってる状態なわけですよね。大地にいたと思ったら今を空の中にいるわけですよ面倒は。映ってる空だけどね,ね。今本当に自分は大地にいるのかそれとも空にいるのか。お友も引き高校のドタバタの中でもね。 ちゃんとある走ってるつもりがいつの間にか逆さまになってたりとかしたじゃないですかそういう感じですよねそういう感じの描写夢なのか現実なのか空なのか大地なのかでこの場面がどういうことかっていうと要するに面倒がひねっても何も出なかった水道をラムがひねったら水が出たということはまあこの時点においてね みんんななはうすうすここの世界がが夢なんだろとといいを気がついてるわけですよ実はメガネたち4人組もそうだしもちろん面倒もそうだしで実を言うとアタルもおそらく気が付いてるんですよね後でわかるんですけどもうこの世界は夢だろうじゃなければねそんないつまでたってもねスーパー誰もいないスーパーに物資が消えないってことはありえないだろうっていう感じでねで夢だとしたらじゃあ誰の夢なんだっていうことがあるわけで面倒がね 目の当たりにしたのが本当は枯れていたはずの水道からラムがひねったら水が出たっていうことはラムの意識によってこの世界が作られてるんじゃないかという疑念が面倒の胸の中に広がっていったわけですよその象徴があの水たまりの広がりっていうことねただ私その一通り見た後でねである程度こう考察重ねてきた後でこういうふうに もっともらしく解説してますけど初見の時はもちろんねこんなにあのつまびらかに分かんなかったですよやっぱりね、まあ、面倒の表情から何か疑念を抱いたなってことは想像がついたから足元に広がっている水がねその面倒の胸の内に広がる疑念を象徴してるんだなっていうのはピンときたけれどもそのラムが水筒をひねって水が出たことによってラムの意思によってこの世界が動いてる いうところまではピンと来なかったですね、うん、まあ初見でそれがピンと来た人は相当鋭い人だと思いますね私は初見ではそこまでピンと来なかったですなので面倒は何にそんなにこう疑惑を持ってんのかなそこがちょっとねわからないまま物語が進んでいったんですよまあその方が楽しめるんだけどねあと後々までとにかくいよいよね物語が過強に入っていくというか この世界の正体というものの核心にね、だん,だん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 近づいていくわけですね。で次にそれが決定的になる、ある出来事があるわけですけども、そのある出来事によって事態が劇的に展開していくということになります。